おい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 、先輩先輩先輩、今家の標識、おいおい先輩先輩テキトチャンネルよ、テキトです。今回はワークアットピザというピザ屋さんになれるゲームで遊んでいこう。いやー、昔からねピザ屋になるの夢だったんだよね。さあ遊んでいきましょう。男性女性、なんか女性の方が幸せそうだな。まあ男性女性、これね、私的と男性か女性まだ公表してないんですけど、今回は男性で行こうかな。うん、何これ何これ、ズーバーズーバーって何、黒い犬、アリかな、アリ、赤い猫、緑のウサギ。緑のウサギだけは嫌だな。あー、赤い猫かな、消去法的に。さあ赤い猫で行こう。ズーバーが何かわかんねえけどな。さあレジ、なんだこれ、レジ、調理、箱詰め。あ、なるほど、今回はお店を経営するってよりかはアルバイトなのかな。で、難易度が箱詰めがやや難しい、そして配達がやや難しい、納入が難しい、ハウス引きこもりこれ引きこもりルートかな。これ選んだらバッドエンドだろうな。そしたら、レジ、まずは簡単なレジから行きましょうか。よし、選択。よし、じゃあ、おピザ屋さんになりました。よろしくお願いいたします。お、ゲーム開始の報酬500コイン。ゲームを開始したら500円いただきました。現金にする。よし。まあ、これで洋服とか買えるのかな。あ、待って、ズーバーいる。猫。あお、頭で休むな。お前も働け。お前も働け。これ、レジは、この、お客さんが来て、何これ。うん、ソーセージかペパロニ。おい、ペパロニわかんねえぞ。これかこれソーセージだもんな。さあ、ソーセージ選ぶ。あ、こっちかよ。お前、全然ソーセージ関係ねえじゃん。はい、話す。待って。なんか、仕事取られてんだけど、俺の仕事、どけどけ。俺の仕事だよ。さあ何を食べますか。私が最高のピザをお届けします。お、これね。あ、間違えた。はいはいはい。お、なんかちょピザ転がってってる。で、話す。よし、ご注文をお伺いしてもよろしいでしょうか。これ喋る言葉選べるんだ。少し待ってください。待ちますよ。この待ってる時間も時給が発生するんでね、全然待ちますよ。なんなら鬼滅、お、ライムソーダ的な感じかな。よくで、ね、おい、お前、何様だてめえ。お前、調子乗るなよ。あ、また、お、なんかすごい。金ピカの人いる。ようこそ、ご注文をお伺いします。はい。さあ、お客様何をしますか？何を注文するかまだ決まらない。もう全然大丈夫ですよ。お、150コイン。マネージャーからボーナスもらった。やった。いやー、これでお金をどんどん貯めて、弟の学費を払ってあげるんだ。お、これも話してあげよう。じゃあ、いやいや、何を注文しますか？うん、何にするかもう決めている。お、何にしますか。今のところこの2つが人気ですね。お、お客様、お目が高い。これ美味しいんですよね。まあ私はこれが一番好きなんですけど、このなんか牛みたいな柄のやつ。さあ、お客様何にしますか。食べたいものが決まったら声をかけてください。急がなくてもいいですよ。おー、すごい、全部美味しそう。これを片付けるのは時間がかかりそう。まあでも3種類しかないですけどね。お、これですね。これチーズかな？チーズ、あ、マルゲリー、あ、間違えた。あなたお金はいらないで間違えたんです。いや、さあ、そんなすぐ出てくなって、機嫌悪くなって。クソかよ。クソ客だな、あいつ。あ、すげえ、ここでなんかピザ作ったりするんだ。ちょっとピザ作りもやりたいな。お、デリバリーかな？あ、デリバリーもあるんだ。こんにちは、何を注文しますか？では、猫さん何なんだこれ。これいると何なんだ？少し待ってください。いや、まあ後ろちょっと、お客様いないからね、ゆっくり決めて大丈夫ですよ。でもこれ、メニューとか増えたりするのかな？あ、これ何なの？何ピザなんだろう？ありがとう。それじゃあバイバイ。バイバーイ。お、お客さん、ほら、お客様いっぱいいるから、ちょっと、ちゃんと対応してあげて。ん？お前、普通、待って、お前普通の客か。こっち来んな。話す。ペパロニピザはいかがですか？あ、こうやっておすすめもできるんだ。何を注文するかまだ決まらない。ペパロニピザって多分これかな。これかな？こっちかな？あ、さあ、いかがですか？お、すごくいいね。なんかムカつくな。さあ、じゃあこのお客さんで、ちょっと、レジ受付は最後にしましょうか。チーズピザがおすすめですよ。さあ、ピザか飲み物か。いやー、チーズピザ飲みましょう。チーズピザかこれかな？この、具が何もないやつ。さあ、お客様何にしますか？いやー、ジュースかい。もうコンビニで買ってこい、そんなの。ちょっと一回別の仕事やってみようか。ガチャとかある。え？あんこもんカプセル。何これ？
なんかガチャ引けるぞ。ガチャって何に使うんだろう。見て、家をアップグレードする。なるほど。これで、ピザ屋のバイトでお金を稼いで、で、お家をどんどん豪華にしていくって感じかな。さあ、これ、あ、1200コイン必要なんだ。他には何かあるのかな。お、待って、エモートあるよ。ダンスしよう。何その踊り。あんまりテンション高くないでしょ。これは？あーすごい。なんかさ、マニアックなダンスするね。あ、これ、これいい。これ、ここのさ、お店の前でダンスすればいいんじゃないか。これでお客さん来るでしょ。お、あのお店、店員が踊ってて楽しそうだな。みたいな。地面に座る。働け、真面目に。なるほど。こうやっていろんなのがあるんだね。あ、すげえ、めっちゃ楽しそう。わ、このゲーム結構楽しいな。じゃあ、お家を結構でかくしたり、あとは、あー、家の中の、こう、家具とかを変えたりするんだね。あ、ペット餌をやるとかあるぞ。撫でる。お、すげえ。あ、かわいいね。いや、かわいくないかもな。すげえ、良い、良い一日をって、こっちのセリフだわ。餌をやる。お、餌あげてる。気持ち悪い。なんか食べてる。肉団子みたいなの食ってんのかな。なるほど。で、眠る。あ、これは俺の、あそこで寝るんだ。かわいい。あれ、待って。あ、俺、お客さんにもなれるんだ。注文するものを選ぼう。どれも一品100コインで購入できる。つまり、なんかピザ買えるんだ。どれにしようかな。いや、でもちょっと節約したいから、ピザ我慢して、コンビニのおにぎりを、一日、一口にして食べようか。ちょ、これ仕事変えたいな。あ、来た。こうやって職業変えられるんだ。これでどうやってやるんだろう。ちょ、やり方教えてほしい。まず、絶対やり方違うって。なんだこれ。なるほど。これにピザ入れると。で、生地をここに置く。で、あ、なにこれ、どうやってやんの、ん、なにこれ、どうやって使うんだ、これを、あ、釜で焼くのかな。え、なにこれ、なにこれ、どこ置くのこれ。え、なんかやばい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 、ピザできてる。やばい。どうしよう。なんか変なピザできちゃってる。え、難しい。どうやってやるんだろう。チーズを乗せるって感じ。おー、できた。で、この生地のピザ窯の中に入れると。オッケーオッケー。やり方よくわからん。あ、ここに注文されたピザがあるわ。じゃあ、また生地を取っておく。そして、チーズと、このなんか変な、ビーフかな。おい、生地持ってかれたんだけど。ふざけんなよ、お前。俺がせっかく用意したピザなのに。これで、チーズ置く。で、ケチャップ置く。もっとチーズかな。ねえ、ちょっと勝手にピザ置かれるんですけど。ね、この人に俺の仕事取らないでください。チーズかけるよ、ほら。あ、もうか、俺が逆に勝手に持ってってやろう。よし、もう逆に俺が運ぶ係になってやるわ。な、うんこみたいなペット連れやがって。ケチャップ、チーズ、サラミ、来た。よし、俺が全部できたぞ。はい、入れる。あれ、こん中入れてもダメなの。はい。で、作り終わったらこのなんか流れるやつ、ベルトコンベアに乗せてくって感じか。やべえ、なんか注文来なくなっちゃった。どうしよう。ちょっと注文から、あ、待って、ジュースの注文来た。ジュースの注文めっちゃ簡単じゃないこれ。いや、もうこっちで渡せよ。ベルトコンベア持ってく必要ないでしょ今の。待って、おかしい。あ、ピザの生地を下に置いといたらゴキブリ湧くの。最悪だわ。あ、これゴミ箱だったんだ。いや、さすがにあれはやばい。ちょっとやりたいことやっていい？これ怒られるかな。俺絶対バイトクビになるよな。ちょ、ゴキブリ湧くの早すぎね。もういっか、これは他の人にやってもらおう。あ、来た来た来た、注文来てますよ。そして、これをここ置く。で、トマトソースとペパロニ。はい、はい、一丁上がり。待って、もうチーズ入れるの忘れてるよ。よし、 OK。 で、完成したらこれを引き上げて入れる。よし、いやー、もうシェフはいいかな。疲れました。疲れたんで、ちょっと別の仕事やってみよう。他の仕事は何があったっけ？箱詰めか。あ、これが箱詰めかな。さっき、その、シェフが作ったピザが運ばれてきて、それを、こう、ラッピングするってことかな。よし、任せろ。やべえ、全然ピザが運ばれてこねえ。もうなんなら俺が箱詰めされようかな。あ、来た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 。これを、箱詰めする。来た！で、この完成したの置く！ナイスナイスナイス！うまいぞ。オッケー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 。で、またこのピザを、ピザ運ばれてこい。あ、来た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 。これも箱詰めするの？これはそのまま入れていいのか？あ、ジュースはこっちに入れるんだね。よしよしよし。
さあどんどんお金稼いでいこう。ちょっとレジとピザ作りどうなってんのよ。早くこっちに注文回していただけます？お、320コインぐらいもらった。ラッキー。給料安いな。300コインしかもらえないのか、こんだけ働いて。まあ5分ぐらいしかやってないんですけど。ちょっと俺も注文手伝ってやるか。よし、はい、ようこそご注文お伺いします。さあ何にされますか？ペパロニかソーセージか、どっちにする？ペパロニかソーセージ、どれ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 、早く決めろ早く決めろ。198765432、ジュースかい。よし、でジュースで、で注文にジュースが、あ、注文ジュース入るわけじゃないんだ。よし、じゃあ今なんかピザ作ってもらってるから、よしよしよし、じゃあこっちに行って梱包しますかね、ピザボックス。はい、さあ箱詰め行きましょう。箱詰め、そろそろねピザ流れてくると思うんだよ。さあピザ流れてこい、待ってるよ。さあ来い来い来い、ピザいつでも来い。俺がいつでも梱包してポンポンポン、来た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 、はい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 早い仕事が。いやー、もう箱詰めも完璧かな。よし、じゃあ次行きましょう次、お、でこの来たピザを配達するのか、これは。あ、配達するんだ。バイクとか乗れない？あ、バイク乗れる、バイク乗れる。ん？バイク金かかんのかい。いや、さすがに課金はしたくない。なんか頭乗ってないこれ。あ、なんかペンキかぶってんのかと思ったら帽子か。よし、これでピザを運ぶんだ。おい、ピザ、え？ピザどこに運べばいいのこれ。ちょっと、矢印が見えなくなったよ。おい、どっち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 、迷うな迷うな。ここかな？あ、ここのポストに、配達でーすっつって、こうあげるのか。さあ、どうぞ。ピンポーン。お、またね、ピザ屋さん。おい、金払え。まあ、金払ってねえだろ、てめえ、おい！警察だこれは。まあこういう感じで配達していくって感じか。確か配達はやや難しいか難しいぐらいだった気がするんだけど、一番簡単じゃね？なんだその歩き方、お前お前配達初めて成功したからってそのスキップはなんだ。さあ今現時点でやっすげえ客いる。なんだその頭、ウニ乗ってんのか。今のところレジと、調理をやって、で、箱詰めもやって、で、配達もやって、はっ、納入がある。納入やってみよう。何これ、どうすればいいんだこれは。え、なるほど、この荷物を、え、この中に入れるってこと？え、これだけでいいの？え、なんかめっちゃ簡単じゃない？本当にこれで合ってる？なんか、カチャって押したら、あ、押したものが降りてくるんだ。なるほど。え、でもこれ普通に簡単じゃね？ただこうやってホイ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 って入れるだけでしょ？え、黄色。あ、でもちゃんと綺麗に入れないといけないとかかな？そういうわけじゃなくない？もう単純にこれ入れればいいだけじゃない？ちょっと一回パンパンに適当に入れてみようか。今んとこ俺ピザ屋すごい舐めてるけど。こんな簡単にできるもんなの？さあこれで運転とか、あ、運転できんじゃん。わー、運転したかったな。なんか青いやばい人が運転してるわ、こいつ。ほっせえ腕してんな。それでトラック運転手務まるか。いやでもね、この先輩もうピザ屋歴40年生粋のピザマニアなんですよ。いや、まあこの人がいればね、とりあえず安心でしょう。さあこれでどこに行くんですか先輩、顔色悪いですよ。さあこれで、これ自動的に運転してくれるのかな。すげえ、運転めっちゃうまくない？おお、うま、え、運転うまくね？え、運転うま。これで荷物を下ろすって感じ。おお、すげえ。何これ、何これ、なんかよくわかんないけど運転再開。お、今度は俺が運転して、あ、やっぱりこれ自分で運転するんだ。これさ、水の中落ちてみたい、水の中ちょっと一回落ちてみたい。落ちてみていい？お願い、落とさせてください。ズバー。おえ、おいおい、嘘だろ、水陸両用かよ水陸両用だったわ。ちょっと一回戻りたいな。あれ、もしかしてこれ戻れない？やばい、あ、終わったかもしんない、これ。悪ふざけが過ぎたか、これ。あー、終わった。あ、また納入やってますね。今度ちょっと俺が運転したいな。ちゃんと次は真面目にやるんで。これさ、これ、レバー開けたらこっから流れちゃうんじゃない？やりたい。やりたい、これ。でも、他のプレイヤーもいるから迷惑はかけらんないからやめとこう。いやー、いつか、おい、落とすな。調子に乗るなよ。ちゃんとこん中入れなさい。よし。じゃあこれもう持ってっちゃうからね。ああ、運転席間違えた。おい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 、先輩、先輩、先輩、今家の標識、おいおい、先輩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 、さっきから、おい、ちょっとストレス溜まってんすか先輩。怖いっす、事故起こさないでくださいよ本当に。
今家のポスト全部壊してましたよね。見てましたかね。私報告しますから。このレバーを引く。よし、さあこれでじゃあ戻りましょう。よいしょ。お、先輩今度は助手席に座ってくれてるんですね。じゃあ私が運転しますよ。私はね、家のポストを破壊したりしませんからね。さあこれでまあ、真っすぐ行けば多分たどり着くんじゃなかったっけ。はいはいはい、今家のポストちょっと先輩になって俺もやろうかな。あ、これ結構楽しいっすね先輩。これ結構いいっすね。ちょタクシーも引いちゃおう。よしよしよし。でこの入り口の右側に行くのかな。よし、ここに、はい、お、いやまさか、仕事疲れたな。よし、来ました。お、75コインか。ちょっとお金減ったな。あんまり仕事できてないですからね。よし、まあ、今回は家を1段階は大きくしよう。それを目標に、ピザ屋バイト頑張ります。テキトと一緒にピザ屋に働きたいなと思った方、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしく。おお、秋の紅葉がすごい。あ、やばい。やべやべやばいやばいやばい。やばいっか。この街は無法地帯。何をしても許される。家を破壊しても許される。あ、さすがに破壊できねえか。まあね、家のポストは破壊しろってよく言いますよね。木も破壊してこう。すごくないこれ。トラックの威力どうなってんだよ。よし、じゃあちょっとトラック、搬入しまーす。はい。はい、来ました。そんで、あ、やべ、逆か。そっか、反対側に入れなきゃいけないんだ。 U ターンね。はいはいはい、これをちょっとくるっとね、これまっすぐ入っちゃうとこのなんか荷物入れらんないんで、こうかな。いや、これ難しい。こうして、あ、来た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 。はいはい、あ、違う違う、ちょっと難しい。すいませんすいませんすいません、下手くそ、新入りなもんで、ちょっとすいませんすいません、ちょっと、あ、めっちゃぐずれて、おい何してるんだ。まったく、え、これめっちゃ難しいんだけど。え、これすごくない？一発で入れられんの。え、すごい、これマジで難しい。やばい、俺現実で運転免許持ってるのに。いや、でもトラックですからね。よしよしよし、もうちょっともうちょっと、きたー、やっとできた、初仕事。やばい、もう4個しか残ってない。よし、ちょっと待って、俺を運ぶ、俺運ぶのやめて。俺は俺荷物じゃないから。ちょっとどうすればいいのこれ。え、死んだぞ。これ問題だろ。おい、今俺死んだぞ。許せねえ。いや、でもまあ俺が悪いか。でも本当にね、こういうなんか工場とかで仕事すると本当にもしかしたら死んじゃう可能性、こう腕とかね、持ってかれちゃう可能性あるから、本当に気をつけないといけないよね。そういう現実味、リアリティを教えてくれるゲーム。これがワークアットピザだ。さあ、借金返そう。借金借金。お、あと200コインで。小屋から小さな家。いや、今まで家じゃなかったのかよ。俺小屋に住んでたのかよ。やっぱね、レジが一番お金稼げるから、一回レジであと200円稼げましょう。ゆっくり考えて注文してください。いらっしゃいませ。なんか顔なくないですか？ピザ注文する前に顔のパーツ注文した方が、ご注文をお伺いしてもよろしいでしょうか？こっちも二つは掛け持ちできないんだ。ソーセージかペパロニか。いや、まあどちらでもいいですよ。早く決めてください。チーズですね。よし。そして、お客様。いらっしゃいませ。サラミチーズです。おー、大丈夫ですか？大丈夫ですか？え？お客さん？お客さん大丈夫ですか？あ、俺が、怖い、怖い。ちょっと、帰れ。え？俺が来てるんだけど。怖い、ちょっと待って。お兄さん？双子の兄か？双子のお兄さんですか、これ。お会いできて嬉しいです。何を召し上がりますか？食べたいものがあるんだ。いや、ちょっと怖いんですけど、本当に。あ、サラミピザ。いいね、またね。え、ちょっと後で、お兄さん。生き別れの兄弟だ。お、え、131コインこんだけ頑張って、おい、マジかよ。こんだけしかもらえねえの。よし、この運んだピザを俺が梱包する。もう全部届けよ。全部俺がやる。この届いたピザを、はい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 、閉める。そして運ぶ。そしてこれを配達するのも俺だ。全部俺がやる。このお店は俺が全部仕切っている。よし、これで運ぼう。さあ、これで、はーい、ピザ屋テキちゃんです。いらっしゃいますか？お、おいおい、そんな持ち方するな。給料を上げてもらわなくちゃね。そうなんですよ、私安月給で働いてます。この猫ちゃんに食べさせるご飯もないんです。おい何運転してんだよ。お前何車運転してんだよ。来た、290コイン、めっちゃもらえてる。よし、
これでお金返せるぞ、借金を返せる。あ、やっとこれで小屋から小さな家にアップグレードできるぞ。よし、あと200コイン。へい、来た。ダブルタイム。何これ、え、何これ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 、ちょっと待って、ミニゲームみたいなの始まった。何何何ど、何何、どういうゲーム、ん、ダブルタイムって何、ん、何ダブルタイムって何。あ、なんかお金もらえる、お金のもらえる数が2倍になるって感じかな。いいわもうピザ屋やめた。もう小さな家、この家で一生過ごしていくわ。これ入ってみる。あ、入れる。うわ、なんもねえ、なんもねえ、猫ちゃん、なんもねえけど、もうピザ屋大変すぎるからやめよう。いいよ。はい、というわけで今回はワークアットピザプレイスというピザ屋のアルバイトになれるゲームで遊んできました。他にもね、ロブロックスの実況をたくさんやっているので、チャンネル登録、そして高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。